プラットフォームと起動。宇宙から地球を観測するためには計測装置を積んだ衛星を軌道に打ち上げる必要があるんだ。地球を周回する軌道には様々な種類があるから、計測装置に合った軌道を選ぶ必要があるよ。現在の我々の軌道に対する知識は16世紀頃から始まった研究に基づきます。代表的な学者にはコペルニクス、ガリレオ、ケプラーがいます。ケプラー軌道は6つの軌道要素と呼ばれる情報で定義されています。まず重要なのが軌道の高さを表す軌道高度と軌道半径。軌道の高度で公転周期と呼ばれる地球を一周するのにかかる時間が決まります。次に重要なのが軌道の傾きを表す軌道傾斜角です。0度で赤道を周回する軌道、90度で北極と南極を周回する軌道ができます。衛星が観測する情報によって、その情報が計測しやすい軌道を選ぶ必要があるんだ。主に4つの軌道が使われているよ。静止軌道はテレビなどの通信衛星や気象衛星に使われているんだ。超楕円軌道は緯度の高い地域の通信衛星やスパイ衛星に使われているんだ。中軌道は GPS やガリレオのような測位衛星に使われているんだ。低軌道は通信衛星と地球観測衛星に使われているんだ。衛星を軌道に打ち上げることは、地球を観測する機械ができるだけじゃなく、さまざまな計測機器や装置が宇宙で機能するかを実証することもできるんだ。このため宇宙で人が生活できる環境、国際宇宙ステーションが開発されたんだ。重力がほとんどなく宇宙環境に近いこの巨大な研究施設では、宇宙飛行士が毎日生物学、人間生物学、物理学、天文学、気象科学などの分野での最先端の実験を進めているんだ。国際宇宙ステーションは地球を周回する衛星の中で月の次に大きい衛星で、肉眼でも見ることができるんだ。国際宇宙ステーションは低軌道を周回しているから、大気の空気抵抗が少しかかるんだ。時間が経つにつれ軌道が少しずつ落ちてくるから、定期的に軌道高度と傾斜角を直す必要があるんだ。